まあ、試合直後の総括難しいね。いつもホームの時やってないんですけど。まあ、我々、ね、勝ち点3も当然、得るためにここに来ましたんで。まあ、1はでも、まあ、取れたってことは、悪いことではないですし。一方で選手たちはすごく悔しがった姿を見れば、まあ、もちろん福島さんにもチャンスはあって、我々にもあったんですけど、まあ、勝ち点3つ取って、やっぱホームに戻るってことを目標にしてたので、まあ、そういう意味では、はい、悔しさもありながら今ここに座っている感じです。ありがとうございます。続きまして、ご質問に移らせていただきます。ご質問がある方でしょうか。エロバンスと小林です。お疲れ様でした。はい、どうぞ。はい、前半はプレスもかかって、でそれで相手のスペースをうまくつけてっていうところで、思い通りの展開だったかと思うんですけど、いかがでしたか。どういうところを。そうですね。出るときは出るぞと。まあ、ずっと夏の間も、一生懸命トレーニングしてきましたし、もちろんボールを運ぶ、ね、敵陣でプレーするのも目指してきたと同時にプレスも彼らよくやってきてくれたんで、まあ気候条件も少し、まあ、和らいだところもあるから、もちろんボール持つことも含めて、目いっぱいチャレンジをする、勝つために行くぞっていうことでは、ボールもよく取ってくれたと思いますし、まあそういう展開を作れた分はあった中で、まあゴールも決められたので、まあ、そういうところでは、まあ、トレーニングの成果とか、まあ、選手の努力が良い形で見られた場面は多かったかなと思います。僕が見た福井選手、京都産業大学から全員特別指定で、はい、選手先発、初の先発起用でこうやって期待に応えてたらいかがですか。富山戦だから4つ前ぐらいですかね、まあ、その週からトレーニングに入ってくれて、もともと練習参加した時に見させてもらって、まあ自分とすると間違いないっていう感覚を得たので、我々のチームに入ってもらったんですけど、まあ非常に理解のレベルも高いですし、判断能力とテクニックのレベルもしっかりしてて、で、なおかつ走れるってことで考えても、まあすごく、優れた選手だなと思ってましたから、まあ途中から出る試合が続いてたんですけど、まあトレーニングマッチも含めて、先週末も J1 のクラブとね、練習試合させてもらったんですけど、まあ、すごく良いパフォーマンスでしたし、まあ、彼にできることで考えると、まあ、スタートで出るのがふさわしいのかなと思ったので、はい。特に思い切るとかじゃなく、はい、彼のなんかこう見せてくれたものに、自分が素直になんか従った感じです。後半ですけれども、相手のちょっと途中交代から少しペースに逃げられして、で、まあ、それでさらに途中交代で、まあ、握り返そうというところまで行ったけれども、まあ、勝つまでには至らなかったということで、はいはい、そういったところをもう少しできればよかったかなと思います。ゴールを決めるチャンスは十分作れたと思うので、それは前節もそうなんですけど、ちょっと今公式のすみません記録がないからどれぐらいだったかわからないですけど、まあ、後半もゴール前に迫って欲しい場面も作ってたので、まあ、そういう意味では、うん、相手にもちろん時間が傾くときもあるので、流れが。まあ、そこはもう、このスポーツは当たり前のことなので、できるだけもちろんカウンターを受けないとか、なんかこう押し込まれる時間帯を短くするとか、そういうのは当然ながら目指しますけど、まあ、そういう中では交代選手も含めて、今最後までゴールを目指すっていう、ゴールを守るじゃなくて、ゴールを目指して、勝ち点3を取るっていうところで、まあ、プレーはしてくれたので、取れそうな場面もありましたし、セットプレーも含めて、まあ、前節もそうなんですけど、なんか決めて勝つっていうところに、もうしっかり目を向けて、まあ、彼らは非常に、今勝てなかった、勝てなかったって多分感覚があるので、フラストレーションを感じたと思いますけど、もうそれでいいと。24時間はもうそのまま悔しがって、腹立てて、まあ構わないから、ね、なんで俺はスタートじゃないんだとか、そういう選手もいると思うんですけど、それでも我々は今日の試合に勝つために全力が尽くしたので、その流れ生まれた感情は、逆に脇に置かずに、ただ一日経ったらもう切り替えろと。まあ、そういう話をして。まあさっき終えたんですけど。まあアウェイでやっぱり、まあちょっと早い時間の試合とか、やっぱ昨日バス移動もしてるんで。まあホームの時とは少し変わった分はあるかもしれませんけど。まあでも、選手最後までよく努力してくれて、多少ね、自陣の時間が増えてもしっかりそこからまた、敵陣まで入ってって、ゴールまで迫る場面を作ってたので、
パーツ以降さえ相手より1点を取って勝てるようにまた努力したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。以上で会見を終了させていただきます。はい、ありがとうございました。